次は家庭裁判所前、家庭裁判所前ドアスクリーンのお客の方は開閉するドアに十分ご注意ください。携帯電話をお持ちの方にお願いします。振り上げてくる分には電源を切り替えてください。それ以外のところはエアボール